イダフ。イダフ、インテグレーションデフィニションはシステム工学やソフトウェア工学分野における統合化定義のためのモデリング手法ファミリーを参照する。機能モデリングからデータ、シミュレーション、オブジェクト思考の分析、設計と知識獲得までの幅広い利用レンジをカバーしている。これらの定義手法は米国空軍からの資金で開発され、 その後他の軍隊や国防省の機関を含め、今も彼らによって最も共通に使用されるパブリックドメインの手法になっている。イダフファミリー手法で最も幅広く認識されかつ使われているコンポーネントは構造化分析及び設計技法で構築された機能モデリングの手法であるイダフレ例と情報モデリングとデータベース設計課題を扱うイダフ1 x である。 イダフファミリー手法は、イダフ14まで定義された。1995年までに、イダフ0、イダフ 1X、イダフ2、イダフ3、およびイダフ4が完全に開発された。他のいくつかのイダフ手法の概念設計も行われた。最後の試みは、1995年の事業、制約発見、設計根拠獲得、人間システム相互作用設計。 およびネットワーク設計のための信頼できる手法に向けての新しいイダフ法開発だった。手法イダフ7イダフ1 0イダフ1 1イダフ1 2およびイダフ1 3は、それらの初期定義以上のどんな開発も行われなかった。イダフは、1970年代に、米空軍のマテリアルラボ、オハイオ州ライト、パターソン空軍基地で、デニス・イスのスキー、 ダン・エルシュンク、ダン・エルシュンク他によって始められたアイカムの定義が起源となり、1980年代に開発が終了した。イダフはアメリカ空軍のアイカムイニシアティブのプロダクトだった。イダフは当初アイカムデフィニション言語であり、IEEE、e、標準はそれをインテグレーションデフィニションとしてイダフを解明した。イダフを作ったその特定プロジェクトは、 プライオリティ111と112、あと2102と、再不満されたのアイカムプロジェクトであった。後に続いた、プライオリティ6201、6202、および6203情報統合支援システム、インテイグラテッドインフォーメーションサポートシステム、IISS プロジェクトは、物理コンピュータ環境で実行できる、情報処理官を創作する努力だった。 新しいモデリング技術の応用で向上した経験の結果として、IDAF のさらなる開発がそれらのプロジェクトの下で起こった。IISS 努力の意図は、米国のや友好国の武装軍隊のような多くの協調した事業体で使うことができる汎用的サブシステムを創出することだった。アイカム1 1 0に努力の時点でコンピュータにデータを格納するための多彩でほとんど互換性のない データモデル手法が存在した関係モデルは容易で効率的でかつ正確なアクセスのためのデータの構造化について考える頼もしい方法としてちょうど台頭した。関係データベース管理システムはデータ管理のための一般的標準としてまだ登場しなかった。i c カ m プログラムオフィスは大規模システムのデータコンテンツを記述する。 中立的方法を作成することに価値を乱していた。登場する学問的文献は、それが物理的に格納される方法と処理する方法を示唆した。そこでイダフ一言語が格納方法あるいはファイルアクセス方法に関係なく、等しく適用されうるデータ構造の中間的記述を可能にするため作られた。イダフ一1はとの契約の下で、 ヒューズエアクラフトのロバート・アール・ブラウンによって、アイカム・プログラムプライオリティ1102の下で開発された。ブラウンは、以前働いていた、ロックウェル・インターナショナルでイムズ開発の責任があった。ロックウェルは、市場製品としてイムズを追求するのを止めたが、その開発中に支援契約としてサービスしていた、IBM はその後その製品を引き継ぎ、その市場へのさらなる開発を成功させた。 ブランはヒューズの同僚ティモシー・レーミー、ティモシー・ロメイを情報構造モデリングの実現可能な形式のイダフ1の創案者として認めた。二人のヒューズの研究者はその時のフィールドに存在する多くの著名人からのアイデアの上に構築した。特にイダフ1は以下の技術を活用している。イダフ1を発展させる努力は情報モデリングの新しい方法と 製造の参照情報モデルのフォームでのその使用例の両方をもたらした。この後の作成物は、レイミーの指揮のもと、ヒューズのサブ契約者として行動した、D ・アップルトン・カンパニーの DS ・コールマンによって開発された。デコムの要因は、イダフ1モデリングの大変なエキスパートになり、その後イダフ1モデリング技術のトレーニングコースとそれに伴う資料を作った。 イダフ1の経験はデータベース設計への情報要求の変換が当初の予測より相当に難しかったことを明らかにした。イダフ1情報モデリング技術の最も有益な価値はそれらのデータがどのように格納され使われるべきかと独立にデータを表現する能力だった。それは要求収集プロセスの間にデータ要求を表すことを方法を伴い データモデラーとデータ分析者に提供した。これは設計者がデータ要求の本質が理解された後で、どの DBMS を様々な状況下で使うかの意思決定に接することを可能にした。結果は DBMS の能力と限界へのデータ要求の不整合の縮小でした。これによって、イダフ一1モデルからデータベース設計への変換は難しいことが証明された。 イダフレイ機能モデリングは、組織または、システムの意思決定、行動、及び活動のモデル化をすることを意図している。それは、とによって開発され確立された図式モデリング手法の構造化分析及び、設備法とモデル開発のための包括的手法論の解説の両方を含む。米空軍は、システムの機能的視点から分析とコミュニケーションの ための機能モデリング手法の開発をソットの開発者に委託した。イダフレイは単純化された図式デバイスでシステム分析の組織化で支援し分析者と顧客間のコミュニケーションを効果的に促進する。IISS-6202 プロジェクトで認識されたデータモデリングの拡張要求を満たすためサブコントラクタデイコンは論理データベース設計技術と その支援ソフトウェア、アダムへのラセンスを取得した。LDDT は、1982年に、イダフプログラムの全く外の、さらに、イダフ1の知識を持たない、データベース設計グループ、ザ・データベースデザイングループのロバートグ・ブラウンによって開発された。LDDT は、リレーショナルモデル、E、R モデル、および、データモデリングとデータベース設計へのデータモデルの、 変換を支援することを意図した具体的方法を受けるデータ繁華の要素を結びつけた。LDDT の図式構文はイ d a f 1のそれとは異なり、そしてより重要には LDDT が含む相互関係モデリング概念はイ d a f 1で存在しない。メアリー・イールミスは可能な限りイ d a f 1と互換性のある用語を使って LDDT の重要なサブセットの構文と意味論の 簡潔な要約を書いた。デコムは結果を IDAF1X と名付け、そしてそれを1985年に発行した ICOM プログラムに供給した。IDAF プログラムは政府による資金で行われたことから、その技術はパブリックとメインに存在する。アダムソフトウェアへの追加で、レバリッジの名前の下でデコムによって売られた、CA のアーウィンのようないくつかのコンピュータ支援。 ソフトウェアエンジニアリングケースツールがデータモデリングのための彼らの表現技術として IDAF1X を使った。IISS プロジェクトは一種のコンピュータ環境で実行出る情報処理環境の作業プロトタイプを実際に作った。Java や JDBC のような技術における現在の優位性は IISS によって最初に示されたあらゆるところ、指利きでかつあらゆる用途、 バースティロティを横断したコンピューティング環境の目標を現在到達している。3番目の IDAF、IDAF にはユーザーインターフェースモデリング手法として当初意図された。しかしながら ICAM プログラムはシミュレーションモデリングツールを必要とし、結果の IDAF には数学モデルベースシミュレーションの使用のためのフレームワークを提供する。 製造システムにおける資源の時系列的振る舞いを表現する手法であった。この状況を改善することがアイカム内での手法論プログラムの意図であったが、資金の限界がそれをすることを許さなかった。結果として、システムの利用者ビューの記述の構造化支援の方法の不足、イダフシステムの主要な欠陥となっていた。手法論的観点からの基本的問題は、システム、既存、 または提案されたが何をするはずかの記述とシステムが何をするであろうかを予測するシミューションモデルの表現とを区別することの必要性である。この校舎が IDAF2 の焦点であり、前者が IDAF3 の焦点である。IDAF4 の開発はオブジェクト思考プログラミングパラダイムからの結果、モジュール性、維持性、及びコードの再利用性が 伝統的なデータ処理アプリケーションで実現され、得ることを認識しことから始まった。大規模複雑な分散システムにおけるデータレベルの統合を支援するオブジェクト、思考プログラミングパラダイムの実証された能力は、また伝統的なデータ処理コミュニティからこの技術に対する幅広く広がった関心における大きな要素でもあった。イダフ4はリス s p SMOR-RTOC、o b j e c C、およびその他を使うソフトウェア設計者のための設計ツールとして開発された。オブジェクト思考パラダイムの効果的な使用法は、従来の手続き的あるいはデータベース言語を使用と異なる思考過程を必要とすることから、データフローダイアグラム、あるいは伝統的、階層的、リレーショナル、およびネットワークのような標準手法論では十分でない。イダフは、 オブジェクト思考設計の意思決定過程を支援する必要な手段を提供することを策した。イダフ語、またはオントロジー獲得のための統合過程義手法は、ドメインのオントロジー、概念体系を開発し、その有用性、正確性を維持するためのソフトウェアエンジニアの手法である。コンピュータ科学の分野で概念体系は関連付けられた関係と意味とともに、 特定のドメインにおける概念とオブジェクトを獲得するために使われます。加えて、概念体系獲得は、用語の標準化により強調するプロジェクトを助け、情報の再利用の機会を作り出す。IDAF5 オントロジ獲得手法は、特定ドメインの人間の理解を密接に反映する方法で、概念体系をしっかり構築するため開発された。IDAF5 手法において、 概念体系は実世界のオブジェクト、それらの特性、およびそれらの相互関係についてある、特定の想定のコンテンツを獲得し、直感的で自然な形式でそれらのコンテンツを表することによって構築される。イダフ語手法は3つの主要な構成要素を持つ。概念的な体系分析を支援する図式言語、概念体系を特徴づける、詳細化のための構造化テキスト言語、 および効果的な概念体系獲得のためのガイドラインを提供する体系的な手順。イダフ六または設計根拠獲得のための統合化定義は、の開発で使われるの収集、表現、および維持を促進する手法である。根拠とは、理由、妥当性、動機の背景、あるいは設計者に特定な戦略、あるいは設計の特徴を選ばせる弁解である。 より簡単には根拠はなぜこの設計がこのような方法で行われているのかの質問への答えの解釈であ。る。ほとんどの設計手法はその設計は何か、例えばなぜ設計がそのような方法か、よりむしろ最終製品に関して2焦点を当てる。いだ付録は概念的資源と1、与えられたシステム内で設計根拠を構成する情報の性質と構造を 表現すること、およびに、そのシステムのため設計仕様、モデル、および文書に関係づけることを必要とする、言語能力を持つ手法である。イダ付録は、予備的および詳細設計活動の両方を通して、初期の概念化から、情報システム開発プロセスのすべてのフェーズに、適用される。ソフトウェアシステムが、コーディングフェーズに下ろされるのための詳細内視決定に、広げるため、 イダフ6技術は同様にソフトウェア構築プロセスの間にも利用可能であるべきである。イダフ8または人間機械相互作用設計の統合化定義はユーザーと彼らが運用するシステムとの間に起こる相互作用の高品質な設計をするための一つの手法である。システムは特定目標を達成する機能群を実行するオブジェクトの集合として特徴づけられる。 ユーザーが相互作用するシステムは必ずしもコンピュータプログラムを必要とせずどんなシステムでもあり得る。人間と機械の相互作用は IDAF8 手法内に3レベルの仕様で設計された。その最初のレベルはシステム運用の考え方、哲学を定義し全体的システムプロセスのモデルセットと文章技術を作り出す。設計の2番目のレベルは システム利用の役割中心的シナリオを規定する。イダフ八8設計の3番目のレベルは人間と機械の詳細設計のためである。設計のこのレベルでイダフ八8はユーザーと設計者がより知られている振る舞いの他のオブジェクトの基準で望む振る舞いを規定するのを助けるメタファーのライブラリーを提供する。メタファーはよく知られた具体的オブジェクト及び経験の基準で 中小概念のモデルを提供する。イダフ級または事業制約発見のための統合化定義は事業システムにおける制約の発見と分析を支援することを意図した。イダフ級の開発を駆動する主要な動機は事業体システムを築き上る制約の集合が一般的に十分に定義されていないことを認めたことであった。どんな制約が存在しそれら制約が どのように相互作用かの知識が不完全で断絶し配布され、そして時には全く知られていないことである。まさに生態がある種の振る舞いを統治する遺伝子的または自律的制約に気づいていないように組織はシステムを組み立てる接着剤の明示的知識なしでうまく能力をほとんどの場合発揮できる。しかしながら 予測可能な方法で事業を変更するため、遺伝子工学で遺伝子の知識が重要なように、これらの制約の知識が重要である。IDAF14、または、ネットワーク設計のための統合化定義手法は、コンピュータや通信ネットワークのモデリングと設計をターゲットとした一つの手法である。それは、既存、アズイズ、または想定、2B のネットワークを、モデル化するのに使われる。 それは、ネットワーク設計者に潜在的ネットワーク設計を調査し、設計根拠を文書化するのを助ける。IDAF14 研究プロジェクトの基本的目標は、素早くかつ正確に実装される良い、ネットワーク設計のためのニーズから発展された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。